Multi-tips, chapter 6. キリュウの兄貴、こいつが達川ですわ。こんな奴とはるかが。わしにも信じられん話ですわ。じゃが、清美さんの話を考えるとやっぱり。なんでだよ。はるかちゃんがよりによって達川なんかと。あいつがハルトの父親なのかよ。なんか俺もうハルトのおむつ変えられねえわ。気分的に。なんでじゃ。それともあのハルカちゃんの子に変わりはなかろうが。じゃあこれからハルトのおむつ替えはタガシラがやるってことで。なんでそうなるんじゃ。ハルカちゃんはわしらの天使で、確かにハルトはその赤ん坊じゃ。じゃけどユータの言いたいこともわかる気するわ。でしょ。やめえバカタレども。男と女っちゅうのは理屈じゃないんじゃの、キヨちゃん。あ、お邪魔しますよ、四代目。ソネア。お、踊れ。何しに来よったんじゃ、こんけど。ぶち殺してるぞ。南雲くん、やめて。じゃけど、キヨちゃん。キヨミ、少し話せるか。話ならここで。私はもう桐生さんたちに隠し事して迷惑かけるわけにはいかないから。四代目に。わかったよ。東京に戻る前に一言詫びときたかっただけだ。騒がせて悪かったってな。それだけだからよ。あ、ねえ、あの子は元気なの？元気だよ。ますますお前に似てきた。会いたきゃいつでも帰ってこい。帰ってこれだこれだけ。おるか。いっめれいっなんばるけ。うん。改めてだけど。はるかちゃんのことずっと隠しててごめんなさい。もう信用なくしちゃったよね、私。いや、あんたが謝る必要なんかない。長いことはるかの面倒を見てくれたんだろう。俺があいつに代わって礼を言う立場だ。そうだね、桐生の兄貴。そういや、はるかちゃんはどうしてるんすか。なんでハルトのそばにハルカちゃんがいないんすか。おお、そうじゃ。わしらハルカちゃんを知らんふりしとったけ、今までずっと危険かったけど。どうしたんじゃ、キリュウの兄貴。ハルカちゃん元気でおるんじゃろ。あいつはカムロ町で事故にあった。ひき逃げした犯人は今も捕まってない。え？ほんの何日か前のことだ。命は助かったが、何も話せる状態じゃない。医者にもいつ目が覚めるか分からないらしい。なんじゃと？あいつがその事故に遭った時、ハルトも一緒だった。俺も。遥が子供を産んでいたことをその時まで知らずにいたんだ。そんな。わからねえことは山ほどある。だがまずわからなかったのは、なんで事故に遭った時遥がカムロ町にいたのかってことだった。3年前沖縄を出たあいつがこの町で過ごしていたのはわかった。問題は、はるかがここから姿を消した後、なんでカムロ町に向かわなきゃいけなかったのかってことだ。
普通に考えたらカムロ町に行った達川と落ち合うためいうことかの。そういや達川が組抜けたのって遥ちゃんがいなくなってから結構すぐだったよな。ほんじゃ達川に聞けば全部わかるっちゅうことか。達川はカムロ町でホストをやってるんだったな。それだけわかってりゃ探しようはある。桐生の兄貴、それじゃこれからカムロ町へ。ああ、ただカムロ町は今東上界と中国マフィアが抗争の真っ最中でな。ハルトを連れて行くには危険すぎる。ママ、悪いがまたハルトのことを頼めるか。え？私でいいの？もちろんだ。あんた以上に安心してハルトを託せる相手はいない。ありがとう、キリュウさん。さ、ハルト。明日カムロ町に行くが、なるべく早く帰ってくる。今度は達川を連れてな。うん。キリュウの兄貴。カムロ町、俺も行きますよ。ん？俺は達川を許せねえんです。あの野郎、いつの間にか遥ちゃんに手出してたのか。とにかく俺はあいつをむちゃくちゃにぶん殴ってやらねえと気が済まねえ。わかった、わしも行く。頭が、なんでじゃ。このままここにいんのが辛いんだろう、多分な。失恋のショックっちゅうことか。あの、じゃあ私もう行きますから。たまには男さんにやろうとつるんでカムロ町を歩き回るのもいいか。ポッドソーが回るか。キリュウの兄貴、明日兄貴のアパートに迎えに行きますから、そっからカムロ町にご一緒しますんで。ああ、わかった。வகடா வகடா பாப்போங்க நான் அபார்ட்மெண்ட் போறேன். நான் கொல்லாம் பேசி டைம் வேஸ்ட் பண்ண கூடாது. லெட்ஸ் கோ. சண்டை இது இல்லையே. ஓகே, போறதும் போறோம், சண்டையை போட்டு போவோம். தத்தி தத்தி இருக்காதீங்கடா. பட்டும் கோவ காரமான பண்ண முடியலவனுங்க. Okay, defeat the enemy, defend yourself. Nice.
ஃபுட் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். எக்ஸ்பீஸ் கிடைக்கும், அதை வச்சு நம்மளோட எப்படி பவரை ஹீல் பண்ணலாம். ஏய் திருப்பி மாடா.시간 끝쳤다. 기류상 조카. 나한테들이야. 조카가 기류상을 미가게다 뭔데사. 혹시시에 소코노 수이근 아파트가 기류상의 야사나노. 마나. 소리요리 오마. 논키니 마초 아루이테테 헤이키난카. 別にのんきにってわけじゃないんだけど、キリュウさんの方こそ問題ない。ああ、だがしばらくカムロ町に行くことになった。え、明日からな。しばらく尾道を開ける。いや、でもカムロ町ってジャスティスのホームなんだけど。ジャスティスとは別件だ。俺の方もいろいろ分けありなんだな。そうか、それなら。どうかしたか。いや、キリュウさんがカムロ町に行くってんならちょっと思いついたよ。ん？まあとにかくマサオたちにもキリュウさんの事情は伝えとくよ。それじゃ。ケッデュッバイデュッケッナムラアイタムスオッケーフードンドリンクナッティングイズデーஎனர்ஜி பேட்ட வேண்டாம். ஸ்டாக்ஸ் ஓகே, பூஸ்ட் பண்ணுவோம். நம்ம இருக்கிற நிலைமைக்கு எல்லாத்தையும் பூஸ்ட் பண்ணல. ஓகே, பேட்டில் ஸ்கில்ஸு காசு இல்லம்மா. ஏய் ஹீட்டர்ஸ் ஓகே. அதர் ஸ்கில் ஸ்பிரிண்ட் பூஸ்ட்டு மேன் நைஸ். நெக்ஸ்ட் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு. ஹீட் கேஜ் எவ்வளோ சீக்கிரம் யூஸ் பண்ணுவோம், ஹீட் கேஜ் நம்மளுக்கு வரும். தட் இஸ் ஸோ இம்பார்ட்டண்ட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும். எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கோ. ஆல்மோஸ்ட் எப்படின்னு நினைக்கிறேன். அந்த வைரஸ் ஸ்டார் விளையாட்டு இருக்கு, அது என்னன்னு தெரியல. மேபி ஓகே, நான் ரேண்டமாக தான் அப் பண்ணிட்டு இருக்கேன் எல்லாத்தையுமே. அட்டாக் வண்டியில் எல்லாம் சரியாக விடணும்ல. Thank you.
오케이. 가는 무리야지. 부스트 어택. 부스트 어택은 무리지. 이것도 가리 보내라. 이거야. 오케이. 나이스. We got all the skills. I should get some sleep. Go to bed. நாளைக்கு நம்ம கபர் வச்ச போறோம். என்னடா நாம? ரெடி பக்கர். ここがカムロ町。マジで達川のやつ、こんな都会でホストやってんのか。ユータ、お前東京来るどころか広島出んのも初めてじゃろうが。わしらに恥かかせんようビシッとせえよ。田舎もんじゃ言うて舐められたらいけんど。おい、街中でタバコはダメだ。は？今時は東京のどこ行っても歩きタバコはできなくなってるんでな。お、そうなんですかよ。俺らに恥かかせないでくださいよ、頭。クソガキが。ピテ。なら、タツカを探す前に一服するか。近くにアルプスって喫茶店がある。わざわざ喫茶店でタバコですかい？せっかく天下のカブロ町に来たんじゃけ、女と酒やれる店でも行きましょうや。何言ってんすか頭、遊びに来たんじゃねえんだから。オッケー、キャッピーアルプス僕のまま行くよ。Boys, follow me. Come on, guys. Map is coming. Let's go. Check for my health. Full air gun. Hey. Angga, gali pon health level kita lagi ni kan? அவனுக்கு குடிக்கவே குடிச்சிருக்கான். நம்ம ஃபுட் வாங்கி சாப்பிட்டுக்கலாம், இது வேலைக்கு ஆகாது. Let's go guys, come. ついたぞ、ここだ。オーケー、ダムリコールプレス。兄貴、この店、ぼったくりと違うんかの。コーヒー一杯1000円じゃ言うとりますけど。しかも税別っすね、頭。金足りますか？この調子で言ったら3日でおけらじゃ。こりゃ、頭が楽しみにしてた風俗はお預けっすね。バカだれこの。兄貴の前で余計なこと言わんでええ。そうだ、桐生の兄貴、ちょっとスマホ貸してもらえません？ん？すぐお返ししますんで。おう、ユータ、何しようならバカ高いパフェが溶けるじゃろうが。ちょっと待ってください。ああ、これでありましたよ。辰川の近況ネットに上がってました。この辰川のページ、田頭に教えてもらったんすよ。ずいぶん楽しそうにしてやがるな。あの外道が遥さんが事故に遭うとるちゅうのに。
本当に遥様、なんで小川の男と。これいつの写真だ。ページのコメント見る限りじゃ2週間前。最近じゃの。背景に映っとるのは神室町の店かの。さあそこまでは分かりませんけど、どうすかね。桐生の兄貴、見覚えあります？ないな。俺にも無所のブランクがあるんだ。この町じゃ3年も経てば店も随分入れ替わる。なんなら言うた、全然役に立たんじゃない。なんでそういう言い方しますかね、頭は。ほいじゃあ兄貴、これからどうしますかいの。手当たり次第ホストクラブ当たって立川探しますか。いや、古い馴染みがやってる店があるんでな。天下一通りにあるスターダストって店だ。そこのオーナーと店長になら顔が利く。まずはそこに行ってみよう。スターダスト、この町一番のホストクラブだ。タスカーが本当にこの町でホストになったんなら何か情報が手に入ると思う。 OK, let's go to Stardust。 OK, boys, let's have some lunch, come in。 いらっしゃいませ、何名様でしょうか？一人だ。かしこまりました、料金は500円となります。で、このゲームはあるけど。かしこまりました、またのご来店をお待ちしています。サリブロ、何でかたんのソウルに行ってたアップしてるけど。いらっしゃいませ。இதுல ஒண்ணு இதுல 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 ஒண்ணு ஓகே. டாப் தி ஆர்டர். கினிட்டதே சா இக்க டூட வந்தானே விட்டுட சாப்பிட்டாச்சு. ありがとうございました。いっぱいエナジーリンクのアイテムが入ってるかも。セーフキーいるけ、スタミナエクセクスいるけ、アイテムだ。オッケー、パケティジュース、キャットフードいるけ、タオパラでいるめ。オッケー、レッツゴーバイス。サイクルはまだ見えない。レディバガッツ。なまくらいっていく。兄貴、ちょっと待ってください。ユータのやつが。ん？すみません、俺。ちょっとコンビニ行ってきます。あれはパフェで腹壊したんじゃ。浮かれてなれんもん食うけ、そうなるんじゃ。コンビニのトイレ借りに行ったってことか。しゃあない、わしらも行きましょう。店の中で待っとりゃええでしょう。おい頼むって、もう漏れそうなんだよ。うちは店にトイレないんですよ。嘘つけ、あんたらだって店のトイレ使うんだろ。お客様にお貸しできるトイレはちょっと防犯上の理由ですから。じゃあこんな店の中でうんこ漏らせってのか。ああ、それなら早く店から出てってもらわないと。いいから貸せよバカ野郎。キリュウの兄貴、あいつのことはええですけ、ここで笑って見とりましょう。面倒見のいい頭だな、あんたも。じゃけど東京のコンビニっちゅうのはトイレも貸してくれんのじゃの。冷たいもんじゃ。あ、兄貴、
これちょっと見て使わさい。うん、東条会の六代目が無所に入るって書いておりますわ。何、控訴棄却、これから無所に入れられるってことか。どうしますか、こん方たち兄貴の仲間なんじゃろ。どうするも何も、俺はもう東条会の人間じゃねえんだ。じゃけど東条会のトップが無所行ってしもうたら、あの染谷っちゅんが余計力つけるんじゃ。どうしたら兄貴、あいつまたキヨちゃんさらいに来るんで。何しても俺はもう東条会の中のことに口出す立場じゃねえ。もういい加減にしてください、警察呼びますよ。くそ、わかった、もういい、あんたには頼まねえよ。気流の兄貴頼んます。どこかトイレのあるとこに。ああ、スターダストはこの店出てすぐだ、そこで借りればいい。なんすかそれ、もっと早く行ってくださいよ。わかりました、じゃあ俺ちょっと先に行きますんで。あのバカだれ、兄貴に礼の一つも言えんのか、恥かかせよって。トイレに間に合えばいいがな。ほんじゃわしらも行きますか。はあ、ஓகேடா நம்ம இங்கே வெளில போவோம். ஸ்டார்ட்டு சிங்கிதான் இருக்கு போல பக்கத்துலேயே. ஓகே, வி கேம் டு ஸ்டார்டஸ்ட். அடி தூக்கி போடு.男が入ってくる店じゃねえんだよ、二度と来るんじゃねえぞ。こらと、トイレ貸してくれるくらいいいじゃねえか。おい、ああ、俺は桐生ってもんだ。オーナーの和樹か店長の優也、どっちか呼んでもらえねえか。古い馴染みなんだが。和樹、優也、うちにそんな奴はいねえな。何、いいからとっとと消えろや、おっさん。店の前でうろちょろしてんじゃねえぞ。兄貴、どういうことですか、いろ。さあな。今のホストにもう一度聞いてみるか。あの、桐生さんですよね。ん？お前は？わかりませんか。まあ少し変わりましたがね、俺も。これでどうです？お前、優也か。優也？そういやさっき兄貴、店長の優也を呼べって。ええ、スターダストの店長でした。今は見ての通りのリーマンですけどね。お前、スターダスト辞めたのか。でもなら、なんでこんなところに。キリュウの兄貴。お、ああ、大丈夫か、ユータ。トイレを早く。マジで東京もんって何なんすか。トイレくらいいくらでも貸してくれりゃいいじゃないですかね。え、本当に漏らしとらんのか。ちびっと引っとるんじゃなんか。ええ、そう思っててもらってて結構っすよ。ゆうや、二人は広島の組の人間でな、いろいろ世話になってる。ええ、それよりさっきの遥ちゃんの話ですけど、本当に子供を産んでたんですか。ああ、そうだろうな。その赤ん坊の父親ってのがこいつらしいな。カムロ町でホストになったらしくてな、名前は立つか。スターダストでお前らに聞けば何かわかると思ったんだが、見覚えは。
見覚えありますね。本当っすか？俺が店辞める前は確かにスターダストにいました。おお、さすが兄貴じゃ。いきなり見つけてもうたの。ただ今も働いているかは分かりません。スターダストは前とはだいぶ変わりましたから。俺が辞めたのはともかく、和樹さんももうあの店のオーナーじゃなくなってるんです。和樹さんってのも桐生の兄貴のお知り合いで？はあ、もう随分会ってないかな。和樹にも優也にも俺はカムロ町で何かあるたびに世話になってた。スターダストに何があったんだ優也？あの店はお前らがいてこその場所だったはずだ。正直な話、ホストクラブもキャバクラもこの町の風俗自体マンネリで客足が鈍り始めてました。そこに来て東上界と中国マフィアの抗争です。和樹さんも俺もいろいろ頑張ったんですけどね、赤字経営が続いてました。ところが今年の初め頃です。どういうわけか韓国の連中が急に金を持つようになって、その札開きってカムロ町中のめぼしい店根こそぎ買収してきたんです。スターダストも結局その勢いに飲まれる形で。韓国人がスターダストを買い取ったのか？ええ、しかもその時は知らなかったんですけど、その韓国人たちの裏の顔はジンゴン派でした。何？なんじゃ？ジンゴン派っちゅうのは？韓国のマフィアだ。昔いろいろあって今も俺を恨んでいるらしい。ただほとんど潰れて、もう俺を直接知ってるようなもんはいねえはずなんだがな。桐生の兄貴、韓国の連中ともやり合ってたんすか？すげえ。確かに今のジンゴン派には若いやつが多いようでした。スターダストを買ったやつも多分幹部でしたけど、まだ20代です。達川のやつ、総側な店でホストなど続けられるんかの？もうやめとるんじゃないんかの？もしそうだとしても、あの店に達川を追う手がかりがあるはずだ。ジンゴン派がいようがスターダストに乗り込む価値はある相変わらずなんですね、桐生さんは。ん？俺は今ホスト時代の客のコネ使って小さな会社の営業職やってます。慣れない仕事で一からやり直しですけど、元ホストがこの年で職にありつけただけでもマシですかね。だから今日スターダストの前で桐生さん見かけたのもたまたまだったんすよ。和樹はどうしてるんだ？あの人は今スターダストを買い戻す算段つけようとしてます。ただそうは言っても今のカムロ町の抗争が終わらねえ限りは動かないでしょうけど。ふん、そうか。お前和樹が店を買い戻したらまたスターダストに戻る気なんだな。そんなの当たり前じゃないっすか。和樹さんの片腕になれる男なんて俺以外にいませんから。ならお前がさっき言ったセリフそっくり返すぜ。俺の言ったセリフ？お前も相変わらずだってことさ。いや おい、あいつさっきホストクラブでユータを追い出しとったやつじゃ。いやあ、結構ですね、焼肉。うまそうな匂いだ。
この店のはまた格別でしょう。お楽しみのところ失礼します。私スターダストのオーナーをやっております、ハン・ジュンギと申しまして。聞けばせっかく店までお越しいただいたお客様を、このバカが追い返してしまったと聞きましたね。なんじゃこれ。つきましては埋め合わせをさせていただけませんか、桐生一馬さん。先日カムロ町にいらしてたと聞いていましたが、本当にこうやってお会いできるとは光栄です。ぜひこれからスターダストまでお運び願います。店を挙げておもてなしさせていただきたい。ずいぶん強引な野郎だな。あんたとは初対面だが。私はあなたの熱烈なファンだったものですから、いけませんか。望むところだ。こっちもお前らに聞きたいことがあるんだな。ほう。おう、そうじゃ。踊れらの店に達川いうんがおるじゃろうが。わしらはそいつに用があるんじゃ。なんであれ構いませんよ。では、私の招待を受けていただけるということで、よろしいですね。ああ、すぐに行く。スターダストで待っててもらおうか。感謝します。では後ほどお待ちしておりますので。キリュウさん、さっきのあいつ人言派です。スターダストを買い取ったのもあいつで。ああ。本当に奴の誘いに乗るんすか。今の人言派はカムロ町の抗争に割って入ろうかって勢いなんです。東上界と中国マフィアの抗争を陰で煽ってるって噂もあるくらいで、昔潰れかけた頃とはもう別物なんですよ。危険は承知の上だ。それでも俺たちはハルトの父親を見つけなきゃならねえ。やっぱり止めるだけ無駄なんですね。本当に相変わらずだ。久々に会えてよかった。またな、ユウヤ。てか、ユウヤ。え、マルリさんにお気をつけて、キルさん。ストーリーでロンバイのラマスタン、ペースベラナムラ。オーケー。இது ஆல்மோஸ்ட் நோ கமெண்ட்ரி கேமிங் தான். சும்மா கமெண்ட் பண்ணிட்டு பேசிட்டு இருக்க முடியாது கேம்ல.